エリコさん、突然どうしたんだ？私が庭に飛び出すと、ギフはちょうどバーベキューに向けて火を起こしている最中だった。それが目に入った私は、手に持っていたベビー服を袋ごと炎の中に投げ入れた。袋から飛び出たベビー服に火が移り、燃えていく。不思議そうにこちらを見る義両親。私が投げ入れたものが、美咲さんからの出産プレゼントだと知ると、目を見開いて声を上げた。なぜそんなことを？私はまだ、燃えてないベビー服の部分を指さして、義両親に言った。これ見ました。は？二人はそっと覗き込む。義母は口元を押さえ、義父は眉間にシワを寄せた。美咲さんが本当にこれを？すべて聞いた義両親は顔を真っ赤にして怒っていた。特に意外だったのが義母だ。日頃あんなに穏やかで上品な人なのに、それはもう鬼の形相で、ドスの効いた声を漏らした。ありえません。あってはいけないことよ。同感だな。そして二人は、鬼の形相のまま庭を飛び出した。私は高山理恵子、28歳。先月、娘のゆずを出産した。ゆずは明日で、ちょうど生後1ヶ月になる。夫良太の仕事が忙しいこともあり、私は産前から隣の県にある実家に里帰りしていた。産後の今は優しい母のもとで至れり尽くせりの生活を満喫している。だがそんな生活も来週までの予定だ。名残惜しいわね。母はゆずを抱いて揺れながら言う。私だって本当はこのままここにいたいよ。この1ヶ月間、母には本当にお世話になった。感謝してもしきれないくらいだ。3食きちんとおいしいご飯を出してくれて、洗濯などの家事ももちろんすべて母。私はただただゆずのお世話に集中できた。夜泣きで気がめいった時にはゆずの抱っこも代わってくれた。そんなぬくぬくした空間から、もうすぐ夫の待つアパートに帰らなければいけない。もう少しいればいいのに。まあね、そう言われると甘えたくなってしまうが、夫のゆずへのラブコールもすごかった。早く会いたくて会いたくてたまらない。パパ寂しいよ、ゆずちゃん。毎晩電話で催促されては、これ以上待たせるのも気の毒だ。また近いうちに来るから。え、困ったら呼んでね。夫や育児への不安はあまりない。本当に心配なのは別のことだ。多分大丈夫だと思うけど。そして私は翌週、夫の待つアパートにゆずと共に帰った。ゆずちゃん、キャーかわいい。里帰りから戻ると、家族3人での生活が始まった。夫は忙しい仕事を何とか調整して、早めに帰宅してくれるようになった。ただただゆずに会いたい一心だ。さてと、今のうちにお皿を。ああ、いいよいいよ、俺やるから。はーい、ゆずちゃん、ママと待っててね。え、嬉しい、ありがとう。家事も積極的にやってくれて、まだ産後の痛みが取れない私には夫がヒーローに見えた。やっぱり私の目に狂いはなかったな。素敵な人と結婚できて、可愛い子供にも恵まれた。私は幸せだった。ただ、結婚相手は選べても、その家族、親戚に恵まれるかどうかは運次第である。義両親は常識的な人で、私にも良くしてくれるので大好きだった。夫の兄である義兄も気さくな人で、よく声をかけてくれる。その義兄の嫁、美咲さんも、最初はいい人だと思っていた。美咲さんは、私より7歳年上の35歳。義兄夫婦は、私と夫が結婚する前の年に結婚した。義実家はうちと同じ市内にあり、義兄夫婦は、その敷地内に家を建てて暮らしていた。いわゆる敷地内別居だ。
義両親と美咲さんの関係も良好なようだった。お互いいい姑さんのもとに嫁げてよかったわね、なんて美咲さんに言われて、私も笑顔でうなずいていた。思えば美咲さんの態度が豹変したのは、私の妊娠が発覚してからだったと思う。安定期に入ったため、私と夫は一緒に義両親のもとへと妊娠の報告に向かった。それを聞いた義両親は大喜びしてくれた。何かあればいつでも言ってね。くれぐれも無理はしないようにな。義両親の気遣いに感謝しつつ、少し照れくさい気持ちで私と夫は帰宅した。するとその晩、私のスマホに美咲さんから着信があった。番号は初対面の時に交換していたが、実際にこうしてかかってきたのは初めてだった。もしもし？あ、リーコちゃん？聞いたよ。水臭いじゃん。なんでもっと早く教えてくれなかったの？一瞬何のことかと思ったが、すぐに妊娠のことだと分かった。すみません。安定期になるまでは何があるか分からないと思って、つい。少し後ろめたさを感じながら答えた。すると、美咲さんは笑いながら、とんでもないことを口にした。まあそうだろうね。でもね、油断は禁物だよ。安定期だからといって、この先無事に生まれるとは限らないんだから。ほら、これから何かあるかもだし。私は固まってしまった。電話の向こうの美咲さんは笑っている。悪気はないのかもしれない。だが、妊娠して普段より神経質になっていた私には、笑って聞き流すことはできなかった。すみません。ちょっと体調が悪いので、お話はまた今度。そう？まあ妊娠中は、しょぼいことでも気になるって言うもんね。でも、ちょっと気にしすぎるのも問題だと思うけど。それじゃ、今度からは変化があったら、すぐに教えてよ。電話を切った後、私は本当に気分が悪くなって、寝込んでしまった。そんなことがあったものだから、それ以来、私は美咲さんに対して苦手意識を持つようになった。夫にも相談した。なんだよそれ、ちょっと兄貴に抗議してくる。夫は憤慨して、義兄のもとへと向かおうとしたが、さすがに止めた。美咲さんに言われたことはショックだったが、動機はなんとなく予想ができたからだ。義兄夫婦のところには、まだ子供がいない。義両親は子供や跡取りを催促するような人ではないが、年齢的にも美咲さんは焦りがあるはずだ。子供は3人くらい産むつもりだから、なんて美咲さん本人も言っていた。そんな中、自分よりも年下の私が妊娠したと聞けば、胸中は穏やかじゃないだろう。ということだから、お兄さん夫婦には何も言わなくて大丈夫。ただ、今はちょっと美咲さんのことが怖いの。そうか、わかった。それなら、リエコは当分うちの実家には帰れないって、母さんたちにも伝えとくよ。体調が悪いとでも言っとけば大丈夫だから。助かる。ありがとう。義兄夫婦は、義実家のすぐ隣に住んでいる。義実家に行けば出会う確率は高い。だから夫の出してくれた提案に私はほっとした。私が義実家に出向くことはなくなった。するとその間、何度か美咲さんから電話が来るようになった。最初は対応していたが、あまりにも無神経なことを言われるので、私一人の時には出ないようにした。電話に出るのは夫がいる時に限定し、嫌なことを言われたら、すぐに適当な用事を言い訳にして切った。なんかリエコちゃん、最近付き合い悪くない？こっちにも顔見せないし、電話もすぐ切られるんだけど。夫が一人で義実家を訪ねた時に、美咲さんにそう声をかけられたそうだ。まさか、あなたの言葉に傷つくからね、と言えるわけもなく、夫は笑ってごまかしたらしい。
体調が悪いみたいだからね。最近はずっと寝てるよ。嘘ではあるが、やむを得ず言った夫の言葉に、美咲さんは満足げだったそうだ。そんなんで無事生まれるのかしらね。なんて捨て台詞も吐かれたらしい。夫は手が出そうだったからさっさと帰ってきたと怒っていた。その後、夫の仕事が繁忙期に入った。私に何かあったらと心配した夫に勧められ、私は少し早いが里帰りした。そして無事にゆずが生まれてくれた。まずは一安心だ。だが問題はこれからだ。実は明日、私たち家族は義実家を訪ねることになっていた。私は里帰り出産を選んだため、義両親はまだゆずに会ってなかった。そのため、こちらに戻ってすぐ、私たちは義両親を訪ねようとした。すると、義両親からは意外な言葉をかけられた。嬉しいけど遠慮するわ。まだバタバタしてて大変でしょ。ゆずちゃんに会うのはとても楽しみだけど、まずはあなたたちの家族の生活を大事にして。本音を言うと、その時期は義母の言う通り、まだ生活に余裕がなくてしんどかった。赤ちゃんの成長は早い。早く義両親に会わせてあげたいが、夫と話し合い、もう少し落ち着いてからにしようと決めた。そしてやっと生活が安定してきたので、明日ゆずを連れて行くことになった。お母さんたちに会うのは楽しみなんだけど、大丈夫かな。私たちが気がかりだったのは、もちろん義兄夫婦だった。今回ばかりは声をかけないのも変なので、明日のことは義兄夫婦にも伝えていた。そして義兄からは、俺たちもお祝いを持っていくからと返事をもらっていたのだ。まあ今回は美咲さんだけじゃなくて、兄貴もいるし、うちの両親もいるから、さすがに変なことはしてこないんじゃないか。そうだよね。何かあればすぐに帰る。そう決めて、私たちは義実家を訪ねた。いらっしゃい。わざわざ来てもらっちゃってごめんなさいね。お久しぶりです。最初、うちに義両親たちを招くことも考えた。だが、そうなるといざとなった時に逃げるタイミングがない。そのため、やはり自分たちが訪ねた方が対応がしやすいと判断した。うわ、かわいいわね。小さいな、尊いな。はしゃぐ義母と涙ぐむ義父を見て、もう少し早く会わせてあげたかったと胸が痛んだ。こうなったら会えなかった分、できる限り可愛がってもらいたい。幸い、ゆずは義両親に抱っこされてもおとなしかった。ゆずも嬉しそうですし、私も嬉しいので。そう言って、義実家滞在中は、ゆずのことを義母と義父にお願いした。しばらくすると、義兄夫婦がやってきた。この時ばかりは緊張したが、美咲さんは誰よりもはしゃいでいた。きゃあ、かわいいかわいい。貸して貸して。不安でいっぱいだったが、美咲さんだけ抱っこを断ることもできない。横には夫、正面には私と完全に身構えて抱っこしてもらった。かわいい。何これ、あったかい。欲しいな。いいな、ちょうだいよ。ねえ、ちょうだい、リエコちゃん。こらこら、美咲、ごめんね、いつもの冗談だから。義兄は笑って言うが、夫の方が耐えきれず、おむつの時間だからと、ほんの数秒でゆずを取り返した。そのまま別室へとゆずを連れて行く。流行のイクメンってやつ？どうせ今だけだろうけど、すごいね。りょうたくんはすごくよくやってくれます。家事も育児も私以上にやってくれるので、助かってますよ。へえ、のろけが帰ってくるとは思わなかったわ。言わなきゃよかった。この年でのバカップルは恥ずかしいから気をつけなよ。美咲さんは笑いながらトゲを吐くと、こちらに紙袋を差し出した。出産祝い。リエコちゃんがなかなか会わせてくれないから、
遅くなっちゃったけど。ありがとうございます。大きな紙袋の中に包装された袋が入っている。くれぐれも開けるのはアパートに帰ってからにしてね。なんか照れくさいからさ。はい、ありがとうございます。出産祝いをくれた後、義兄夫婦はそそくさと隣の自宅に帰っていった。兄貴たち何くれたのかな。さあ、うちに帰ってから開けてって言われたけど。今父さんも母さんもいないし開けちゃおう。義母は台所で夕飯の準備を、義父は庭でバーベキューの準備をしていた。そうだね、お返しも早く考えたいしね。ゆずも夫の腕の中ですやすやと眠っている。私が包装紙を破って開けると、中からはブランド物の高級ベビー服が出てきた。かわいい服だな。これベビー服で有名な高級ブランドだよ。こんないいものもらっちゃって。あんなに疑ってしまって悪かったな。罪悪感を抱きつつ、透明な袋に入ったままのベビー服を手に取った。そこでふと違和感を感じた。あれ、これタグがない。綺麗にラッピングされていたから気づかなかったが、新品ならあるはずのタグがないのだ。プレゼント用だから取ったんじゃないか。値札は取るだろうけど、タグは大体あるのに。なんとなく不安になって、袋から取り出したベビー服に目を凝らした。そしてあるものを目にした私は思わず小さく悲鳴を上げた。へっ、どうした。これ、あ、ここにも。私は慌ててベビー服を元の袋に突っ込むと、手に持ったまま外に出た。リエコさん、突然どうしたんだ。庭に出ると、義父がちょうど火を起こしている最中だった。それが目に入った私は、手に持っていたベビー服を袋ごと炎の中に投げ入れた。袋から飛び出たベビー服に火が移り、燃えていく。リエコさん、これは。義父は私の行動に戸惑っていた。そこに野菜を持った義母がやってきた。野菜持ってきたわよ。って何？なんで服を燃やしてるの？不思議そうにこちらを見る義両親に、私は息を切らして震えながら答えた。これ、先ほど美咲さんからいただいた出産祝いなんですけど。義両親は目を見開いて声を上げた。それを火に？なぜそんなことを。私はまだ燃えてないベビー服の部分を指さして義両親に言った。これ見ました。は？二人はそっと覗き込む。次の瞬間、義母は口元を押さえて、義父は眉間にシワを寄せた。美咲さんが本当にこれを。はい。私は全身の力が抜けて、よろよろとその場に膝をついた。大丈夫か。少しして遅れて出てきた夫は、ゆずを義母に預け、私に寄り添ってくれた。義父が夫に声をかける。りょうた、これ美咲さんからって。ああ、さっきもらってたった今部屋で開けたんだ。これを部屋で。義母は苦々しく目を閉じると首を振った。夫に支えられて落ち着いた私は義両親に頭を下げる。私、昔から虫が苦手で、すみません、思わず投げ入れちゃって。よく見れば全部生きてなかったんですね。いや、生きてなくてもこれはひどい。義父は顔を歪めて火ばさみでベビー服をめくった。そう、ベビー服の内側にはいくつもの虫がくっついていたのだ。私は昔から虫が大の苦手だ。気づいた瞬間にその場で捨ててしまいたかったが、蜂のようなものも見えたので、ゆずのことを思いとっさに外に出た。そして義父の手元で燃える火を見て投げ入れてしまった。でも、なんでこんなこと。私と夫は顔を見合わせた。もうこれは度を超えているよ。黙っていられない。私がうなずくと、夫は義両親に
これまで私が美咲さんから受けた発言を伝えた。すべて聞いた義両親は顔を真っ赤にして怒っていた。特に意外だったのが義母だ。日頃あんなに穏やかで上品な人なのに、それはもう鬼の形相でドスの効いた声を漏らした。ありえません、あってはいけないことよ。同感だな。二人は鬼の形相のまま庭を飛び出した。慌てて夫とゆずを抱いたままついていくと、行き先は当然義兄夫婦の家だった。早く開けなさい。義母が声を張り上げると、義兄が中から驚いた顔で出てきた。うわ、久しぶりに見た母さんのその顔、何事だよ。みんな揃って、美咲さんはどこなの？中で片付けしてるけど、なんかなくしたみたいで。聞いた途端、義母はお邪魔するわねとずかずかと中へ入っていった。私たちもそれに続く。え、何勝手に入ってきてんの？部屋は物があふれかえっていた。美咲さんは膝をついていた。確かに何かを探しているような体勢だ。話があります。座りなさい。有無を言わさない義母の指示に美咲さんはおずおずと従った。すべて義母に任せるのは忍びない、というか私の気が済まない。私は一歩前に出て美咲さんと向き合った。プレゼント開けました。美咲さんはまずいと言わんばかりに目を泳がせた。だがすぐに真顔に戻った。約束破ったんだね。私アパートに帰ってから開けてねって言ったのに。話をすり替えないでください。何なんですか、あれ。どういうことですか、あれって。とぼける美咲さんに私も声が大きくなる。む、虫だらけだったんですけど。美咲さんは一瞬口元を緩めたが、えっと声を上げた。そうなの？夏だもんね。郵送中に入り込んだのかな。外の包装紙にはついてませんでした。中のベビー服だけです。それも内側だけ。こんなことありますか。じゃあ梱包途中に混ざっちゃったのかな。ダメだね、安い業者は。あたかも何かの手違いだと言い張るようだ。私はネットで注文しただけだけど、業者の代わりに謝るね。ごめんごめん。全部業者のせいにするんですか。だってそうでしょ、私がわざわざやる。証拠もないのに変なこと言わないでよ。確かにこのまま白を切られては何も言えない。知らないと言われればそれまでだ。証拠がない。発言の方はメールも残っているが、プレゼントに関してはこれ以上問い詰められない。まあ確かにこいつは誤解されやすいけど、そんな悪いことはしないよ。そんな女なら離婚だ、離婚だよね。それは離婚されて当然だわ。キラキラと高笑いする美咲さん。もはやうんうんとうなずいている義兄さえも腹立たしい。ビビー服を手に取ったあの瞬間、私は大嫌いな虫のことよりも万が一ゆずが刺されたらと思って恐怖した。あんな思いをさせられたのに、こんな適当な謝罪しかしてもらえないなんて。話が終わったなら出てってくれる？忙しいから。すると不思議そうにしていた義兄が美咲さんに何の気なしに聞いた。そういえばお前さっきから何探してんだ。美咲さんはビクッと肩を揺らして気まずそうに答えた。ま、後でバレるよりいいか。結婚指輪なくしちゃって。へえ、なんでよそれ。あれ高かったんだぞ。お前の希望でダイヤまでつけて。結婚指輪。私はハッとして義兄夫婦の家から飛び出した。やっぱり。私は庭に戻っていた。燃えたベビー服のあたりに見える何か光るもの、そばにあった火バサミで掴むと、それはダイヤのついた指輪だった。遅れてきた夫に美咲さんを連れてきてもらう。皿に乗せた指輪を差し出すと、やはりそれは美咲さんの結婚指輪だった。あった、やだわ。まさかリエコさん隠してたの。美咲さんは笑いながら指輪に手を伸ばす。そしてあっつっとすぐに手を引っ込めた。
何これ熱い。私の指輪に何したのよ。私は何もしてませんよ。ただ虫だらけのベビー服を火に投げ入れただけです。え？美咲さんはさっと顔を青くした。美咲さんはネットで注文しただけなのに、なんで中のベビー服と一緒にあなたの結婚指輪が入ってるんですかね。それはその、あの、お兄さん言ってましたよね。え？急に呼ばれた義兄は目をパチパチさせて私を見る。そんなことをする女は離婚だって。確かに言った。でもまさか美咲がそんなことするなんて。私は義兄に詰め寄った。言い訳ですか？いや、その、義兄はチラッと美咲さんを横目で見る。はあ？まさかこんなことで、嘘でしょ？美咲さんは口をパクパクさせながら首を振る。待ってよ、ちょっとしたいたずらじゃん。そんなんで離婚だなんてひどい。いや、でもその、その時鶴の一声が響いた。いい加減にしなさい。義母だ。義母は義兄と美咲さんの間に立つと、それぞれをきっと睨みつけた。あなたたちが別れようと別れまいとどうでもいいわ。でも私の大事な嫁に怖い思いをさせてただで済むと思わないでちょうだい。義母はぎゅっと私の肩を抱き寄せると高らかに宣言した。あなたたちとは今日で縁を切ります。さっさと荷物をまとめて出て行きなさい。待ってくれよ。そんな。義兄夫婦は義母にすがりつこうとしたが、義母はほんの小さな隙すら与えない。あなたたちみたいなのがここにいると、可愛い嫁と孫が遊びに来てくれないかもしれないでしょ。ねえ。義母に問われて、私は反射的に、はいと答えた。そして義母はにっこりとうなずく。ほら、というわけだから、さっさと出て行きなさい。義兄夫婦はブツブツ言っていたが、そのまま追い出された。ごめんなさいね、理恵子さん、気づかなくて。いえ、でもいいんですか？美咲さんはともかく、お兄さんは実の息子なのに。あの子は調子に乗るくせに、責任を取るとなるとすぐに逃げるからね。今回もこれだけひどいことが起きてるのに笑ってたのが許せなかった。しかも自分の嫁が故意にやったのに謝りもしないのはダメ。義母は寂しそうだったが、まあ私にはお父さんがいるからと笑っていた。結局義兄夫婦は離婚した。実は少し前から夫婦関係は破綻していたそうだ。それもあって美咲さんは夫婦仲のいい私と夫が気に食わなかったらしい。子供のことは口で言うだけで、それほど望んでいなかったようだ。ちなみに結婚してから専業主婦だった美咲さんは今や職探しに必死だそう。義兄夫婦は散財癖があり、貯金もなかったようだ。住んでた家も義母に取り上げられ、路頭に迷っているとか。私はというと、毎週のように義実家を訪れ休ませてもらっている。少し寝といたら？ゆずちゃんも寝てるし。ありがとうございます。最近はお昼寝までさせてもらっている。少し甘えすぎてる気もするが、夫曰くその方が父さんも母さんも喜ぶからとのことだ。お母さんみたいな方のところに嫁に来れて幸せです。義母の誕生日に照れながら伝えると、私以上に照れていた義母はそれはもう可愛かった。夫は、いや、俺の嫁じゃん、とか言ってたけどね。